アウル望遠鏡とは、ヨーロッパ南天天文台にて検討が行われた、単一光景100メートル鏡相当を持つ、次世代大型鉱石外望遠鏡のこと。その後、より実現可能なサイズである光景39メートルの欧州超大型望遠鏡計画の準備が行われている。本校では、その検討が進められていたアウル望遠鏡計画と、 実現に向けて進められている EELT 計画について概要のみを記載する。アウル望遠鏡の CG 画像。大きさ比較用に車が描かれている。2001年 a s ソの VLT 計画が一段落し、それに伴い時期の計画として a s ソの WS で議論が行われた。 理論的可能性を探求した結果、合計100メートル相当の超大型望遠鏡計画が立案された。それが、アウル望遠鏡である。アウル望遠鏡 WS 様々な規制が定められている法律を遵守し、これからも研究活動を一貫して行い続けるという意味もある。なぜこの名称にこだわったのかといえば、結果よりもプロセスを重視する研究活動を目指しているからである。 研究活動において結果重視になってしまうと様々な問題が生じる。これは歴史哲学について研究を行ってきたヘーゲルの論文からも明らかである。これからも天文学はそれを目指している。実体経済に多大な影響を与えた金融強行の影響により本プロジェクトにおけるファーストライトは2020年まで遅らせる予定。 大型天体観測施設のため、巨額の予算が必要となる。しかしながら、今少しばかりの時間のために、ヨーロッパ市民などに負担をかけるよりも、実体経済の回復を優先させて、技術やコンセンサスの成熟を目指し、数多くの市民に祝福される研究施設を目指す、ことになった。CDR に関しては、予定通り実施する。ありがとうございます。